心臓外科におけるノーウッド手術、またはノルウッド手術とは、主に左心低形性症候群に対して行われる拘束手術である。低形性の左質に代わり、右質、主肺動脈に左心機能を代替させることを目的とする。術式は、まず心房中核血損作成を行い動脈血と静脈血を混合させ、さらに主肺動脈を離断して、 遠位側は血殺する。近位側は補足定形成な大動脈弓と紛合し、これにより大動脈が再建される。そして、腕頭動脈や右質から肺動脈へシャントを作成し、肺循環に血流を供給する。本術式には人工心肺による体外循環が必須である。ノーウッド手術は左心を定型し、本術式は HLHS に対する第一段階の手術であるが同時に心臓手術としては最も難易度の高い部類に入る手術である。当社ノーウッドが本術式を報告して以降多くの心臓外科医が HLHS に対しノーウッド手術を試みてきたがノーウッド本人以外の手術成績は惨憺たるものであった。しかし1990年代に入ってから手術成績は 著名に改善し、術前、術後管理の向上も相まって、現在では80%以上の生存率の報告が見られるようになっている。また、口述するサノシャントによるノーウッド手術変法は、肺、耐血流費のアンバランス、拡張末期圧低下による術後の突然死を克服するためになされてきた様々な試みのうちの一つであり、 報告によればこの手法の導入により術後の早期生存率が91%に向上した。欧米でもサノシャントを用いるようになってから HLHS の治療成績は良好になりつつある。ただしサノシャントでは心室切開を伴うため将来の心機能低下が危惧され術後の長期経過観察が必要である。本術式の適応疾患には 左心定型性症候群、僧帽弁閉鎖症の一部、また、大動脈流出路障害を伴う、その他の単身室疾患などが含まれる。これらの疾患の喫緊の問題は、心臓が体循環に血液を十分に白出できないことである。そのため、ノーウッド手術の目的は、単身室と体循環を接続して血液が流れるようにすることにある。その際に、 肺への血流が途絶するため、肺循環に血液を供給する代替経路を作成する必要がある。ノーウッド手術の術式は複雑であり、個々の患児の診断や心臓の循環動態を含めた病態に応じて様々な術式がある。本校ではその概要を述べる。まず、アプローチは胸骨性中石灰で行う。体外循環を確立した後の手順は体循環。 肺循環それぞれの血流路確保の二つのステップに分けられる。主肺動脈を左右の末梢肺動脈から離断、その近位側とキューブ大動脈を噴合し、新しい大動脈を作る。肺動脈の狭作に対し肺動脈形成が必要になることがあり、その際には自己の体組織の一部や適切な一種動物由来の組織などが使用される。この主義により、 脱酸素化血と酸素化血の混合された血液が解剖学的輸出から肺動脈弁を通じて体循環に白出されることになる。ダムスケースタンセル粉合適用の項でも述べたが単身室症例で軽度ないし潜在的な大動脈流出路障害がある場合でもノーウッド手術に準じた手術を行う方が良い。肺動脈公約術は 遠隔期に大動脈弁化協作をきたす恐れがある。ため、そのような場合は体循環に対して二つの血流炉ができるように、主肺動脈と上行大動脈を切り離し、互いに変炎を方法してから大動脈炎異ブに、粉合し二連中型の流出炉を形成する。これを、ダムスケースタンセル粉合、または DKS 手術と呼ぶ。肺動脈弁逆流を緩和するための術式の、 バリエーションとして、ダブルバレル法、パッチによる拡大を行う方法がある。離断された、肺動脈は、心臓からの血液供給が断たれているため、下記のような手法により肺への血液供給を確保、しなければならない。BT シャント BT シャントの術式。A、BT 減法。Po, B、BT 変法。BT シャントでは、素材にゴアテックスなどを使用した導管を使用し、 鎖骨下動脈と肺動脈をつなぐ。この場合、単身室からの血液は肺動脈、再建された大動脈、鎖骨下動脈、動管の順に流れて肺へ流れる。BT シャント術の原稿では、鎖骨下動脈を肺動脈に直接紛合していたが、現在は蒸気のように動管を介して接続する BT 変法が用いられることが多い。BT シャントには、 シャントの中枢側が体循環のどこに紛合されるかによっていくつかのバリエーションがあり、例えば鎖骨下動脈の代わりに大動脈に直接紛合する実式もある。サノシャント、サノシャント、または右室肺動脈動管では単心室の心室壁を一部切開して昇口を開け、ゴアテックス製の動管で心室と肺動脈を接続する。 このためシャントから供給される血流は BT シャントよりも白動性になる。ノーウッド変法、サノ変法、またはサノ手術とも呼ばれる。サノシャントが BT シャントを用いたノーウッド手術の原法と異なる点は、体循環と肺循環のバランスが崩れにくいことである。BT シャントの場合は、新しい大動脈の血流の一部が、 肺循環に供給されることになるので、肝児が低供して、肺血管抵抗が上がると、血ノーゼが増悪するが、泣き止んで肺血管抵抗が下がると体循環の血流量が一気に減少、血圧が低下し、突然死の原因になる。しかしサノシャントを用いた場合は、体循環と肺循環の血液管流量は、 心臓から白出された時点で決まるので、体循環への血流量が、肺循環に取られることがない。両者のバランスは、人工血管の大きさにより調節できる。ノウッド手術は、低形成な差質の役割を質に代替させる、ことにより体循環の血液管流を確保する、あくまで古息術である。そのため一般的には、第二段階として機能的修復術である。 本胆手術を目指すことになる。ありがとうございます。